えぐい。さあ続いて伊藤真希選手でございます。1994年の生まれ、熊本県のご出身ですね。昨年のドラフト5位でございます。抜群の俊足を生かした広い守備範囲と天性の巧みなバットコントロールが売りの内野手でいらっしゃいます。はい、はい、さあ地元の球団に入団できました。どうですか。でもやっぱりちっちゃい頃からずっとファンだったので、はい、やっぱり一番入りたかった球団でした、はい、ね、実際入ってみていかがですか。そうですね、小さい頃によく見てた選手ばかりなので初めは緊張したんですけど、まあ、一緒に練習していく中でいろいろやっぱり嬉しかったですね。ですね、まあ、憧れの球団に入るというのは嬉しさもありますが、見てた人がね、あのいわゆる同僚になるわけですからね。あの中日ではあの好きな選手はいたんですか。そうですね、山本昌選手がやっぱり一番好きでした。じゃあもう親子ぐらい違いますが。そうですね、自分の親と同い年ぐらいです。あ、そうですか。そうなるんですね。ねえ、が同じ趣味ですか。なんか教えてもらえることとかあるんですか。やっぱキャッチボールとか一緒にやらせていただくと、はい、全然そのボール自体が違うので、はい、やっぱりプロの操作っていうのも感じました。親子のキャッチボールになってるわけですよ。いや、かっこいいですよ。さあ、いかがですか。プロのうちに入って、やっぱりプロっていうのは素晴らしい選手がいっぱいいるので、やっぱりその中で自分もしっかりやっていかなければいけないなっていう、そういう自覚を感じています。ね、どういう選手になりたいですか、目標としては。やっぱり熊本の大先輩の荒木選手が選手になればいいかなと思います。いいですね、まあ、身近な目標がいますから。そうですね、いいですね。このフェニックスリーグに関しては何か目標みたいなのがありますか。やっぱり、まあ、趣味の強化であったり、盗塁っていうのもちょっと課題に置いてるんで、今度やっていきたいなっていうふうに思います、ね、具体的に数字何個走りましょうか。数字、まあでも毎試合出れるっていうわけじゃないんで、まあ、とりあえず塁に出たら必ずするぐらいの気持ちでいきたいと思います。狙ってますよ。さあビッグスリーと呼ばれた2人はちょっともう打ち込んで活躍してます、ね、もう遅れちゃいかんという気持ちもあるじゃないですか。そうですね、やっぱりそうやって呼ばれてきた過去があるので、はい、早くその2人に追いつき追い越せるように頑張りたいと思います。まあ我々はキーファンからするといわゆる投げ合いのところを見てみたい。そうですよね、早くそのシーンになるようにね、撮っていただきたいと思います。はい、思います。さあ、それではプレゼント。行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょうか。はい、早いですよ。スマーリーで決めていただきたいと思います。はい、さあ、どうしましょう。示してください。あ、いいですよ。いいですよ。あ、その T シャツの、T シャツの、はい。行きました。おめでとうございます。制服パート2。あれ、足をどうしたの。こけましたか。ねえ、ギブスを巻いてまで来ました。来た甲斐があったね。あ、普通に走って帰りましたね。本当かな。はい、出てくるときはこうなってました。帰るときはさっさ行きました。はい、じゃあね、フェニックスリーグで結果を残して、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、中日ドラ